1月に中岡に新しくオープンしたベリーという古着屋に決まりました。オープンすることを知って自分で店長に話を聞きに行き、オープンの日を手伝わせてもらえることになって、そこからオープン以降も働かせてもらうことになりました。今は店舗で接客などのアルバイトをしつつ、一緒に仕入れなども連れて行かせてもらっています。普段から私は色を取り入れたコーディネートが好きで、私が接客したことにより、お客様も今まで挑戦したことのなかった色に挑戦してくださったり、スタッフアカウントとしてインスタグラムに載せている出勤コーデを楽しみにしてくれたり、真似してコーデしてくれるお客様もいて、とても楽しいです。ロールプレイングの授業では接客の技術を一から学び、以前やっていた子供服のお店でのアルバイトでは、子供から大人のお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんまで接客することで、幅広い世代の方とお話しする引き出しが増えました。古着の知識をもっともっと身につけることと、長岡で誰もが知るお店になるように共に成長していくことです。